まずは汗と混じったファンデーションのシミ。いわゆる油汚れに分類されるため、水洗いだけではなかなか汚れが落ちません。しかし、どの家庭にもあるあれを使えばしつこい汚れも一気に落ちる。それが食器用洗剤です。油分を落とすのには、まあ、家庭の中で一番特化したものになりますので。こちらは洗濯博士こと神崎健介さん。家庭での洗濯方法を研究するプロ曰く、ファンデ落としはとっても簡単。ファンデーションがついてるところに、まあ、食器用洗剤をちょっと塗ってもらいます。ゴム手袋をして、指で少し揉んでもらうだけでファンデーションが溶け出してくれますので。洗剤の中の界面活性剤という成分が繊維に染みた油を溶かして分解してくれるので、洗剤を染み込ませるだけで OK。 あとはぬるま湯で洗い流すだけ。たったそれだけ。簡単な作業に似合わず効果は絶大。ご覧ください、皮脂やファンデーションが綺麗に落ちていますよね。中性の食器用洗剤は洋服についた醤油やケチャップのシミも綺麗にしてくれるんだそう。溶けづらいなという時には2回3回と繰り返してもらうと、まあ、2回目3回目ぐらいになってくればもうほとんど落ちていると思います。そして夏のお悩みといえば、汗とかこの時期だとすごいかくんで、まあ、その後の匂いとかが気になります。バレーボールとかサッカーとかで1回だけ洗うだけだとなかなかしっかりお日様に当てないと匂いが取れなかったりするので、汗をびっしょり吸った T シャツは雑菌や匂いの元。ここで大事となるのが洗剤選び。洗濯博士おすすめは昔ながらのあの洗剤。最近液体の洗剤が主流だとは思うんですけれども、夏の衣類こそ粉洗剤で洗ってみてほしいですね。実は粉洗剤、洗浄力に優れ皮脂汚れを落としやすい。匂いケアにぴったりの夏向けの洗剤なんです。さらに液体洗剤よりも安価なものが多いですね。汚れもしっかり落としてくれて安上がりということで、まあ、この洗剤がいいのかなというふうに思います。粉洗剤を使うと衣類が硬くなりやすいので、セーターなどの冬物にはおすすめできませんが、匂いが気になる人にはマストバイアイテム。